えばね、肩の動きをよくするのには簡単にすぐに結果を出すっていうことですけどね、どうしたらいいのか。こうやって、肩甲骨のところ、肩甲骨で鎖骨まわり、鎖骨、肩甲骨の下、脇の下の肋間筋、ね、そして肩関節の中。肩関節の中。よし、ね、これ結構これロックかかってますからね、これロック外していきます。起き上がってもらって腕を動かしてください。左が一応動きにくいって言ったので、左と右どちらが動きやすいですか？左。はい。時間にして1分ほどですね。はい。